今回はガーバーのマルチプライヤーをご紹介します。これガーバーのストレイターっていうマルチプライヤーです。ちょっと箱はボロボロになっちゃってるんですけど、こんなような箱に入ってます。それでは開けてみます。このようなシース付きです。ちょっとビニールに入ってますので、ちょっと油がついてますね。ちょっと油拭きます。こちらがシースです。ちょっと錆止めの油がついてましたので今取りました。でこれが本体です。でこのようにシースというか、ケース、ナイロンのシースですけど、これに入ってます。だいたいこれはですね、価格が、そうですね、6,000から8,000ぐらいの間で買えますが、ちょっと今売ってるかどうかはちょっと微妙です。この畳んだ状態で、何センチありますかね。はい、メジャーあります。だいたい10センチです。ここからここまで10センチ。ちょっと開いてみますが、このようにレザーマンにはないこのスプリングでオープンクローズするプライヤーがついてます。でこれ一つで、結構な機能がありまして、まずニードルノーズプライヤー、それからワイヤーカッター、クランパー、ナイフ、ノコギリ、ハサミ、パッケージオープナー、マイナスドライバーが大中小3種類、あとプラスドライバー、あとヤスリ2種、そして缶切り、栓抜き、こういった機能がこれ一つについてます。レザーマンよりもちょっと安いんでお買い得ですね。でここのカッター、これ交換できます。まずこの閉じた状態でどのような機能がついてるかちょっと見てみます。ちょっと閉じた時のこのデザインもかっこいいですね。ぴったりこう隙間がなく収まってます。で全部のブレードにロック機能がついてるということです。じゃあまずこれちょっと開いてみます。はい、これはナイフですね。セレーション付きのナイフです。でロックがついてるということで、これどこにロックついてるんですかね。これか。これちょっと分かりにくいですけど、これロックです。これ、引き下げて、畳みます。あとは、ちょっと全部今開いてみます。今のがナイフで、これなんだろう。はい、これが、何でしょうね。栓抜きとかですかね。ちょっとこの一つのブレードでいろんな機能が多分ついてるんだと思います。はい、あとこれ。多分マイナスドライバーですね。あ
とはもう一個これがついてます。これはハサミだと思います。どうやんだ、こうか。ちょっと切ってみますか。はい、スパッと切れます。で、閉じるときはこれをここまでやってこう閉じます。まあ、こっち側全部開きました。次こっち側開いてみます。で、これは爪を引っ掛けて広げます。ノコギリです。で、閉じるときはやっぱりここロックを引きながら閉じます。あとこれ、なんでしょうね、マイナスドライバーだと思います。あとこれプラスドライバーですね。と最後これ、ヤスリです。はい、じゃあ開いてみます。内側にはツールがないと。あ、レザーマンより交換度高いですね。レザーマンはこの状態でこっち側にツールがあったんですけど、これはもう開いた状態ではプライヤーの機能のみです。はい、これプライヤーの精度もなかなかです。はい、ちょっと畳んでみます。ガーバーのマルチプライヤーの中では価格高い方のものになりますんで、作りもいいですね。動きもスムーズです。ちょっと欠点をあえて言うならば、この各ツールが出しにくいです。例えばこの真ん中辺にあるやつを出す際には爪を引っ掛けるんですが、ちょっと こんな感じで取りますが、ちょっと慣れてないと取りにくいですね。こちらもこのノコギリが一番端にあるんですが、このその隣のツールはこの状態で難しいですね。ちょっとこうやるといいのかな。あ、ちょっと一つ取りやすい方法が分かりました。ここのロックを下げるとこのようにちょっと出ますね。そうするともうかなりグラグラ状態になるんで開きやすいというのが今わかりました。その回ちょっと他のツールがこれ出ちゃいますね。閉じるときはこう、ちょっともう一回やりますけど、このロックを引くとわずかに
待ってくださいね。はい、いきなりアラームが鳴ってちょっとびっくりしましたけど、これをもう一回言いますと、このロックをこう下げるとこう少し出ます、出て取りやすくなるんで、この時に取ると全てのツールが取れますね。というちょっと今発見しましたね。こっちもできるんじゃないかな。あ、できますね。これを押すと少し飛び出すから、飛び出したところで出す。あ、なるほど。こういう使い方を、まあ、本来するんでしょうかね。撮りにくいと思ってたんですが、今、動画を撮りながら、撮りやすい方法がわかりました。はい、本日はガーバーのストレイタグレー、グレーって色です。マルチプライヤーをご紹介しました。結構いいですね。スプリング付きの、マルチプライヤーが欲しいという方にはおすすめです。また違う動画でお会いしましょう。さようなら。